はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。赤老をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今回は前回の宿題ですね。まずおりんを倒すことと、あの溶かしちゃうぞみたいな、あの声が聞けるとこのね、先進むことですね。あれ大丈夫かな、なんか一番2番目が一番やばいですよ。なんかね、溶かしちゃうぞって言ったかちょっと忘れちゃったけど、うん、あのちょっとサイコパスな感じのね、うん、サイコパスいるんじゃないのって感じのね。まずオリーンの倒し方はね、ちょっと練習して分かりました。あ、こっちだったっけ。ここで説明した方がいいか。オリーンはですね、なかなか体力を削れないタイプですね。こちらの攻撃の隙を与えない感じなんですけど、実はね、体幹ゲージがね、もう回復が遅いんですよね、オリンはね。だから体幹ゲージでぐいぐい減らしていった方がいい感じですね。はい。で、隙あらば攻撃していくというのがいい感じですね。で、攻撃パターンもなんか、割と単純って言うと変だけど、わかりやすいんでね。と言いながら失敗しそう、なんか。ちょっと別なパターン見るか。話を聞くタイプ。話しかける。泣くわけを聞いてみようか。なぜ泣く。悲しいのです。何が悲しい。今頃はサクザ様、どこにどうしてございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ、ご人、サクザ様はいずこですか。このさっき来た人じゃないんだあの人じゃないんだ。知らない。知らない。ああ、知らないってだけじゃん。嘘つき、どうしてみんな隠すのですか。怒ってる。おお、いきなりかい。回復はした方がいいですね。ダメージを切るんで。体幹ゲージ減らして、これでうい、こしょう。ちょっと離れた方がいい。体幹ゲージは減らした方がいいですね。ここか。減らして。あぶた。あぶねえ。回復。耐えてくれたか。あと一回離れるか。体幹ゲージを減らす。ここ。ほい。ほい。離れようか。これで、おいしょ。はい。減らして、ほいほい、ここ、またここ、ちょっと待って、体幹ゲージ減らす。ほいほい、よし、ほい、ほ、はい、ジャンピング、逃げる。どうだ、まずい、よいしょ。体幹ゲージの減りがやばいですね。ほっ、私のね、あ、私の体幹ゲージ蓄積がやばいんだ。よし、ここ、あ、逃げちゃった。ほんで、よいしょ、ちょっと早かったか。ほい、もう少しかな。いけた。こう、場所が悪いんで逃げます、一回逃げます。よし、ここ行こう。あ、ちょっとだ、危ねえ。回復間に合うか、これ。危なかった。来い。よし、これ分かってる。よし、
体感減らす。またちょっと無理か。これは分かるんですよな、この攻撃は。なかなか弾けない、危ない、来い。もう食い切る、ダメか。全然体力減らされませんね。よし、ちょっと減らした。ここ減らせる。ほい、ここ全部弾いていかないと体感ゲージで火がやばい。あっちゃい、あーそうでしょ。欲張ったな、欲張ったな。よし、回復しよう。これいく？お、待った。代わりにやめて、私を連れてくるか。それはやめてくれ。よいしょ、他の人にしてくれ。よし、ダメか。ここで体幹を崩されると結構痛いな。チャンスができない。よっ、よし、少しずつ行こう、少しずつ。危なっ、危なっ。ここ、あ、またチャンスが逃しちゃった。難しいな、わしとっては難しいな。お、チャンスじゃない、無理か。場所悪い。あ、また逃しちゃった。まあ、またチャンスができなくなっちゃった。ここしかないのか、私には。カセルは。これ。この攻撃だけ。あいつ、いける。お、いけた。倒した。もうないよね、多分。あ、よかった。銃弾ゲット。お、スキル習得、命の呼吸。印刷に成功した時ヒットポイント回復する錠剤効果。印刷は白身によって息継ぎである。強者との戦いを終えればその息継ぎも深くなるというもの。あ、今までの回復とちょっと増えるのかしら。スキル陽と陰があるのか。じゃあ少し増えたってことかしら。そういう解釈でいいんでしょうかね。で、オリンは誰かが成仏、私を殺してくれるのを待ってたっていう感じなんですかね。成仏する、してくれるのを待ってたんでしょうかね。そんな感じがするな。だからやって挑んできたんですかね。なんかね、戦いを挑んできたかもしれない。まあよかった。成仏できたようでね。っていうことを知らせに行ったらなんか、それで戦いが始まりそうだな、これ。あ、いた。話しかけてみるか。そこにおるのは、忍び殿か。イエス。ああ。忍び殿には、礼を申さねば。礼だと。あの女僧者を、連れてきてくださったであろう。ついさっきわしをなでながら調べを聞かせてくれた。今までとは違う子守歌のような安らかで温かい
調べちゃ奏でながらこう言うてくれた。よく来てくれましたねと。やはりわしを呼んでおったのじゃな。忍び殿、これをもらってくだされ。神座のおくるみ地蔵、桜色の布に包まれた小さなわらじ地蔵、手のひらに乗せ拝むと改正の力を1回分獲得できる。地蔵をくるむのは親心である。作者様、どうかこの子をこの布でおくるみください。せめて安らかに命がありますように。わしはもう眠いのだ。まあ二人ともこう願いが叶ってよかったですけどもね。さあとりあえずちょっと鬼仏行って休憩しよう。よし、でその先行けたかな。ちょっとこっち確認しますね。こっち先行けたかどうか。さっきのくるみ地蔵っていうのはこの1回が死んで回生使った後にアイテム使うとまたその回生が増えるっていうやつですね、多分ね、おそらくね。じゃこの先、これなんだろう。待って、あそこにアイテムある。ここは敵がいない？ヤニ、すぐ忘れる。ヤニロウのコブか。これはどこで、これなんか行った気がするな。でも、ここまで進んでまは問題ないはずだ。確かこれもなんか落ちていくと確か鬼仏に戻るはず。あそこだって宝箱がありましたもんね、あそこね。間違えた。でこっち行くと下ると確かこっち鬼仏に戻るはずなんで、ルートとして合ってる。 OK、 行きましょう。出てきますね、敵ね。なんかこれも読み返ってくるのかな。わあ、そこだ、例のあそこだ。ちょっと全部敵を一掃しないとダメか、一旦ね。この周りはいないんだ。その先にも進めるんだよな。でそのまず、また、まずいまずいまずい。この金持ちをやっつけよう。あれ、一回逃げる。一回離れる。いて、一回、ちょっとダメージ大きいから、ね、逃げよう。まだ、おじけ、まずい、それは。まず、あいつをやっつけよう。このおじけ飛ばし。やろう。止めおって、こいつをやっつける。このままかな。よし。で、これね、もう一回聞いてみますか、話を。国理か。どうじゃ、溶けてきた。おぉ、サイコバスですね、これね。これ、どうやって入ってくるんだ、これ。裏口から行けるわけでもない気がするな。あ、でも、中光ってるな。中入れる仕様になってんな。やべ、誰じゃって出てこないんだ。どっから行くのこれ。木には登れないな。あー、もうこっち一回通ってくるかな。でも崖の上からしか行けない感じですよね。これ大丈夫、なんか出てきそう、これ。
破壊層。はい、誰あなた。回るね。痛い。ちょっと待って、体幹とか。これあれかな、紙吹雪使った方がいいかな。また回復のタイミング悪すぎる。あ、なるほど、これは受ける。おお、軽いっす。2段階なんだ。あ、これは見切りか。なるほど、ちょっと待って、回復したいな。当たらん。あーん、タイミングさえ合ってれば。あれ、ガードシャーが戦わないときはね。わかりました。消費費が打ってこないんだ。洗濯機だ。チャンス、5回、5連続か。あれは後ろしく、ああ、避けられないんだな。ガードか。おい。回復しとこう。よいしょ、チャンス。おお、ジャンプ、逃げた。おお、逃げたね。あ、回復ない。うぅ、はい、マスアタック。結構5連続でしょ。1回、3回目は少しタイムラグなんで危な。1回だけ、よし、一応去ってくれた。ここで体幹ゲージ減らしといて。ほっ、ちょっと遅かったかな。ほら、1回だけ。ほい、これ月のサインか。あ、見切りか、見切り。1回だけジャンピング。ちょっと待てよ、落ち着こう。よし、受けて、ジャンピングだ。危ない。1回だけジャンピング。よいしょ、これ月の、なんで今の、わかんない、分かれていく。月のサインかと思ったら違った。受ける。よいしょ、5連続、5連続。おお、うわあ、もったいないよ今の。ちゃんとガードすればよかった。ガードでもいいから。見切り、ガウス。ここでそう来ると思った。回復、避ける。ほら、ジャンピング。よいしょ、よいしょ、ジャンピング。チャンス、よし、よ、避ける。遅い、ジャンピング。よし、はい、ジャンピング。お、いいね、この攻撃出るといいね。油断できないけど、これスローはやめたい。ほんとタイミングわかんない。これ連続でもガードよりか、避ける。場所悪いな、場所悪いって。ここ持った。はい、回復しようか、間に合うかな。避ける。よし、ジャンピング、間に合ったか。よいしょ、ジャンピング。お、いいね、この攻撃で行くと助かる。あと、ちょっと体幹削れたから、体幹ゲージ戻った。受けるか。よし、よし、移動来い。いけるか。よいしょ、おお、いいね。5連続、ちょっとバズらってたら。よいしょ、見切りか。そうだよね、1回だけ。おお、何で今の。ガードがまだか、ガードがまだか。あいたい、ちょっと逃げるか、回復したい。
え、今付き合いだったのか。またもっとまずいまずい、ちょっと分からなかった。うわぁ、今避ければよかった、避ければよかった。あれ、ジャンピング行くよ。うわぁ失敗、2回回復折れる。よし、よし、危ない。ちょっとまた突っ込んでダメ、突っ込んでダメ、突っ込んでダメ、ここ、うわぁ最後よ、遅かった。うん、スキーよいしょ。あー遅い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 ってば、振りが遅い。そこで見切りか、5回来たぞ今。なんか一回体感ゲージ回復するか。よし、これで受ける。あれ、これです、チャンス、これチャンス、弾きチャンス、一回だけ、これジャンプ、これもチャンス。慌てない、よし、またチャンス、チャンス、回復。うわー、そっち来たか。うわ、回復が間に合わない、回復に見取れちゃった。一回逃げるか、もう一回回復使おうか。よいしょよいしょよいしょ、見切りか、見切りくるか、右来なかった。はい、はい、来た来た来た、ギリ行くぞ。はいはいはい、あ、大丈夫か。2345と、いよ、回、体幹を回復しよう。ギリ来た、お、来た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 、これ終わりか。第二形態とかないでしょうね、これね。お、兄さん来た。おぼーったー。なんかすごい、ゴゴゴゴって言ってるけど。戦いの記憶、破壊層。心中に気づく、類稀な強者との戦いの記憶。破壊層、水星村の岩戸の番人であった。お、スキル習得。水星の呼吸術、水星の息と呼ばれる水中で呼吸する手術、水中に潜ることができるようになる。おお、あ、今まで潜れなかったからね。すごい、そんなものをゲットしちゃったんだ。で、なんかなんかゴゴゴゴって言ったけど、あ、ここが開いたのか。なんかやたら地面が揺れんなと思ったら、ここが開いたようです。ここ、ちょっと一回休憩しようか。休憩してよかったね、倒せたね。で、なんだっけ、攻め力を強化できるのかな。向き合う、で攻撃力上がりました。で、地図玉カード2個必要なんだな。でね、そのあそこ行けないのかな、この変なサイコパスがいるとこ。どうなんですかね、登れないんだよな。あ、これ登れる。これ登れるってことは、いけたいけたいけた。重たいゼニ袋、これ入れるぞ。片白もゲット。なんかあるよ、ここにアイテム拾う。おお、数珠玉3つ目ゲット。なんだ、なんかこっからいけるみたいでしたね、これね。これどっかだ。あ、でも向こうにまた行けんな、さらに。で、この下って、行けないんだ。いや、行けるぞ。あれ？こんなとこあった？
あれ？どう？ちょっと待ってくださいね。混合物、これ強化白ビギング、強化技師の強化素材ですよ、これね。あ、これ一方通行なんだ。外から行けないんだ。そこね、敵がいっぱいいるとこだもんね、これね。あ、合ってる合ってる合ってる、これ合ってますね。ちょっと、誰？変な声出してたの。この人か。話しかける。あ、この人だ。お酒飲んでんだ。声をかけない。ひたすら飲んでるわけだ。声かける。うわぁ、ずっと飲んでる。何をしている？どうじゃ？おぉ、よいぞ、溶けてきたぞ。これがサイコバスの元か。足りぬ。なみなみ、次や次。さあさあ、皆の衆。さあさあ、飲め飲め、振る舞い酒ぞ。さあさあ、みんなで都人。あ、この人が社主じゃなかった、大元の主だったのか。松座にお加えください。この人もうだから、もうマスターももうもうサイコパスの人だったわけですもんね。このなんだろう、このお酒にね取り憑かれちゃったっていうのかな。ね、もうダメだ、紙吹雪このモラはダメだ、救いようがないや。もうこれなんか壊すか、赤なり玉。赤目になれば敵の攻撃響きづらくなるけど、回生の力使えなくなる。で、こういう中は人のマークなんだよな。結局この村みんなこのお酒にこうね、汚染されてしまったわけだ。お、ひくろと、すげえ。どんでん返す。で、こっから行けたってことか。いや、そういうわけなのかな。ああ、こっからね。おお、でも敵いるじゃん。敵を倒して、こっから入っていけたわけですよね。上からじゃなくて。どこだっけ？どんでん返すとこ。あ、これだ。すごいな。絶対今無理があったでしょ。無理があるどんでん返しだった今な。あそこにはまだ続いてるな、道が。あ、落ちちゃった。軽い銭袋。これで、どん詰まりなのかな。こっからも行けたってことか。じゃあこの辺の探索はこんなもんかな。結局この主である人はね、ラビットがね、こう崇めている主っていうのは正体、やっぱりこの人もお酒に取り憑かれてたわけだ。でこっからどこだっけ、こっち行くんだよな、この下か。で、破壊、もしかしたらこっちじゃない。全然こっちじゃなかった。登れない。こっちから行って、この、こっちだよ。要はこっちで行けますよ。おっ！こんなところに見つかったって、ちょっと待って。これまずいぞ。帰ろう。で、ここは特に何もなさそうですよね。
なんか奥に扉が開いたからそこに行くだけだな。OK。はい、ということでございまして、今回動画ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。